大連金州体育場は、中華人民共和国遼寧省大連市金州区体育路にある陸上競技場である、休憩場としても使用される。中国サッカースーパーリーグに所属する大連アージ浜足玉クラブがホームスタジアムとして使用している。運営管理は遼寧省体育局が行っている。大連金州スタジアムとも呼ばれる。1958年に、 大連金州体育場は竣工し、当時の収容人数は1万2000人であった。改革開放以降スポーツイベントは日増しに増え、老朽化した金州体育場では、スポーツイベント、特にサッカーの試合の開催については、現代の基準には合わないようになっていた。90年代に入ると、大連市は金州体育場の建て替えを決定。 1996年10月26日に新スタジアム建設に着工。1997年6月18日に竣工した。2007年に大連市が再度出資者改装工事を行い、電光掲示板等が設置され、現在の設備が整った。後に大連レンジットク FC がホームスタジアムとし、東大陸上で何度となくスーパーリーグ。 中国協会杯の優勝を決めるなど大連のサッカー、ひいては大連のスポーツの象徴の一つとなっている。2012年に大連ジットク FC が解散して、以降も大連アージハマ足玉クラブがホームスタジアムとして利用している。また、中国国内の他の大型陸上競技場と同様に、 近州体育場もたびたびコンサートや各種イベントの会場としても使用されている。ありがとうございます。